ホーム、寺原駅は、茨城県取出市駒場一丁目にある、関東鉄道上層線の駅である。当駅は、取出市のに位置し、取出市役所の最寄り駅である。駅名由来は、旧村名の寺原村から。なお、寺原という地名は1889年4月1日に、北相馬郡寺田村と桑原村の合併に伴い、命名された合成地名である。 相対式ホームに面2線を有する地上駅で、以前は直営駅であったが、現在は無人化されている。下立よりに、構内踏切がある。2003年末に駅施設の改築工事が終了し、同時に自動改札機2台が導入された。2005年にはホームの段差縮小工事が実施され、新たに車椅子対応のスロープが設置された。また、ホームの半分は、 かさ上げが行われている。乗車人員は、下表の通りである。駅前に、路線バスは乗り入れていないが、近隣を、関東鉄道及び、取手市、コミュニティバスの路線が通過しており、踏切の南にある、取手市役所入口バス停、北にある、寺原バス停及び、コミュニティバスのみ、駅の北側にある、寺原駅入口バス停を経由している。注釈出店。 ありがとうございます。